大谷翔平が結婚したうわすごい素敵タイミングも素晴らしい 大谷は私たちの誇りだよみたいに、のメディアがバカ騒ぎしている間にとんでもない法律が閣議決定してしまいました。実は大谷翔平の裏で危険だと言われていた地方自治体の改正案が通ってしまいました。読みますと、例のナントカデミックの時に県をまたいだ患者の移送が必要となったものの国の権限がなかったんで時間がかかっちゃったと。はい。出ましたよ。もうずっと最初から言ってたやつ。要はこういった緊急事態の時は、個別の法律に規定がなくても国が自治体に指示を出せちゃうという風に変わっちゃったんですね。具体的には国が自治体の職員に要求指示を行うことができる。そして市や区が行う保健所 の運営なども,国が支持できるともう最高権限じゃんもうやりたい放題じゃんまた一つ中央政府の支配が強まってしまいました着々と進んでますけど皆さんこのこと知っていましたか